アメリカで新型コロナの従来株とオミクロン株に対応した2価ワクチンが数週間以内に接種可能になるとホワイトハウスの新型コロナ対策調整官アシシュ・ジャー氏が17日 NBC テレビとのインタビューで発言しました。12歳以上を対象とした追加接種向けに使用されます。ジャー氏は新たなワクチンが現在の追加接種用ワクチンよりも感染予防や重症化予防に効果があるとしました。